三井不動産プレゼンツクレイジーアスリート、松梨野選手は今その東京オリンピックのサーフィン日本代表条件付き内定、はい、その条件付き内定というふうに協会側からねもらって、その時の率直な気持ちはどうでした？昨年の世界選手権ではやっぱ日本アジア枠を取りたいって思ってたので、うん、そこをとりあえず取れて嬉しかった。私、まあ、そこまで一緒に頑張ってくれたトレーナーさんだったり一緒に、まあ、よかったねってなれたので、でもまあ15位っていうのをもっと来年リベンジして表彰台に行けたいなって思えて、また新たな目標ができました。なるほど。で1年延期となりましたけども、それをどうまず捉えてますか？でもこの1年空いたことで今すごい練習にも励めてるので、それで課題とかもたくさん出てきて、あもっとここやらなきゃいけないなとかっていうのが出てきてるので、今の状態で出場してたよりも、まあ、周りももっとレベルアップすると思うので、そこに自分も入れるようにレベルアップして1年後もっといい状態で出れるかなと思ったのでよかった。前向きに捉えている。あ1年練習できる、はい、確定するには世界選手権での成績、はい、その世界選手権に向けては今どういう目標とかどういう思いで、その世界戦が5月から伸びても日本人の中で最高位を取って日本代表を取るっていう目標は変わってないので、うんうんうん、その目標を叶えるためにその時間まで頑張りたいです。東京オリンピックでサーフィンが正式種目になって非常に注目もされてるじゃないですか、はい、サーフィンを通じて何を松田志乃選手として伝えたいですか？サーフィンがオリンピックに選ばれたことでこうやって取材してもらったりとか、まあ、サーフィンが取り上げられていることも増えたと思うので、それを見た、まあ、サーフィンがまだ知らない人だったりやったことない人がサーフィンの魅力を知ったりで、私のサーフィンを見てなんかもう一回見たいなって思ってくれたりしたら嬉しいです。なんか本当にサーフィンって精神的にも強くなれるし、うん、はい、って、はい、どう思います？それもすごく思います。なんか、やっぱ自然の中でやるので天気も悪かったり波もジャンクな時もあるので、そういう時もなんか精神面もすごく強くなっていける気がするし、海には逆らえないっていうか海のパワーにはやっぱ勝てないので、そういうところでなんかもっと成長していこうって思います。さて最後にですね、はい、東京オリンピックさらにその先の未来で目指したいこと、はい、そして成し遂げたいことを色紙に書いていただこうかな、はい、この場で思ってます、はいはい、ではお願いします。オリンピックでメダル、ワールドツアーで活躍する。イエーイ。改めて聞きます。オリンピックでメダル、オリンピックもし出れたとしたらやっぱり出るからには結果を日本の海だし残したいっていうのがすごくあって、ワールドツアーはやっぱりサーフィン始めて大会で始めた頃からそこに出場して活躍したいっていう夢がずっとあったので、それは3年後とかには叶えたいです。
素晴らしい目標をいただきました。ますます応援をさせていただきます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。オリンピックでメダル、ワールドツアーで活躍する